あいました、こんにちは、これ。それでは、今回なんですけども、という、その前に皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ、変わらずですね、このチャンネルではキャッシュレスやお得、お金に関することをアップしていく予定ですので、これからも楽しんでいっていただければなと思います。 それでは本題に戻りまして、今回のタイトルなんですけども、2020年のキャッシュレス決済気になる3つのサービスについて簡単解説ということで、この動画では今年からサービスが開始されるであろうもの、4つについて簡単に僕なりにサクッとお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目なんですが、こちらのまず楽天スイカですね。まあ、この楽天スイカなんですけども、2019年6月5日の楽天のプレスリリースで既に発表がされています。まあ、どんなものかというところなんですが、もうこの見ての通り、楽天ペイのアプリでスイカの発行、そしてチャージ、そこから楽天ペイスイカを使って、例えばその電車とかバスなどの交通機,交通機関全国約60万店舗で利用が可能になるというものになっています。いやー もうこれほんと去年発表された時は普通に驚きましたね。まあ、そして、この楽天からのスイカというのがまたこのいい感じにおしゃれですよね。このサービスの開始なんですけども、このプレスリリースを見る限りは開始時期は2020年の春を予定しているとのことでした。しかも対応端末がお財布形態に対応した Android 端末のみということですね。まあ、これは2019年の6月5日時点のことなので、まあ、なんとも言えないんですけども、iPhone の iOS ユーザーからしたらまあ早くあの対応してほしいなとは思うんですけども、まあ、これについては今後検討中という風に一応表示がされていました。で、この楽天ペイスイカのチャージ方法なんですが、これ楽天のクレジットカードのみとなっていまして、まあ、その中でもビザ、マスタ、JCB となっています。アメックスは特に記載がなかったので、まあ、今のところは特に対象ではないのかなという風に思いますね。 そして、この楽天ペイスイカを使うことの、ま、最大のメリットといえば、楽天スーパーポイントが貯められる。ま、もうこれに限るんじゃないかなと思います。しかも、この楽天イとスイカが一つになるのも、ま、かなり便利になりそうな予感がします。そして、ま、やっぱりこの楽天経済圏の方、その中でも、お財布携帯対応端末を利用される方であれば、やっぱりこう、待ち遠しいサービスなのかなというふうに僕は思っています。以上が楽天ペイスイカについてでした。 次二つ目はこちらの Visa LINE p カードについてですね。まあ LINE Pay をご存知の方多いと思うんですが、その LINE Pay から今度そのクレジットカードが出るということが今発表されています。今分かった情報を僕なりにまとめました。まあ、上からざっと初年度年会費0円、1年間3%還元チャージ不要、Visa 立ち決済、LINE で通知。ざっとこんな感じですね。 一つ一つ加えていくと、この年会費については初年度無料で、2年後以降も1回以上カードを使えば無料になります。で、この1年間3%還元については、特にその還元上限などもなくて、まあ国内海外でも大丈夫ですよということですね。ちなみにこの2年以降については、2年目以降については特に明記されていませんでした。 このチャージ不要ということなんですけども、もともとその LINEPay での決済はチャージが必要ということですが、この VisaLINEPay カードではもうそれをせず、そのまま使うことができるということですね。で、Visa のタッチ決済なんですけども、これはコンタクトレス決済とも言いますが、カードをかざすだけで決済もできて、あとはやっぱりそのサインや暗証番号の入力がなくなるということですね。これがやっぱり便利かなと思います。 最後一番下に出ている LINE での通知のことなんですけども、これはその毎回ビザ l i n e p a y カードで決済するたびに LINE のメッセージが届くようになっているということなので、まあもしですね、なんかこう不正利用とか何かあった時でもまあすぐにわかるということですね。これいいですよね。やっぱりこの普段 LINE のアプリをあの生活とかで使われている方多いと思うんですけども、まあそういった身近なアプリから通知が来るということなので、まあ何かあった時でもすぐわかるというところですね。まあそこは結構安心して使えるかなと思います。 で、気になる、この、ビザラインペイカードのサービスの開始時期なんですけども、まぁ、こ、ちょっとこれが謎なんですよね。もともと2019年の時点で、申し込み案内で、2020年の1月とかに発行とかだったんですけども、それがちょっと今特に、まあ今保留というような状態になってるんで、まあ、新しい情報があればですね、僕も、あの、YouTube を通してお伝えしようかなというふうに思っています。 次3つ目は最近動画にもアップしたキャッシュですね。キャッシュはビザプリペイドカードとして結構利用されてる方多いと思うんですけども、まあ、この新しいカードが今年から登場するということですね。まだスタートする明確な日程は公表されてないんですけども、一応出てる日程としては2020年の初め頃ということになっています。で、新しく出るキャッシュについても簡単にまとめました。 で、こちらなんですけども、IC チップ搭載、ビザタッチ決済、Google Pay 対応、月の決済上限100万円まで、還元率が1%発行手数料が900円年会費無料と、ざっとこんな感じですね。まあ、これまでなかった IC チップ、そしてタッチ決済に対応するというのはいいですね。あとはこれまで通りの Google Pay に対応。 そして還元率1%ということなんですが、従来のキャッシュのカードは2020年の4月の1日より還元率が0.5%になるので、そこは気をつけないといけないですね。 あとは発行手数料もかかるということで、これ900円なんですけども、従来のキャッシュについては無料ではなく300円かかるようになるので、まあ、全体的に見ても、元々のそのキャッシュのユーザーを新しいキャッシュの方に移行するような流れになりそうかなというふうに思います。ちなみに僕はまあ個人的に興味があるので、とりあえず発行はすると思います。で、あと、これは僕の前回の動画の時には言えてなかったんですけども、その 3D セキュアのことについてなんですが、これはその視聴者さんからのコメントでもあったんですが、この新しい キャッシュのヘルプページを見る限りは 3D セキュアには対応してないということと、あとはあの Apple Pay にも対応はしないということですね。ちょっとこれは、んーって感じですね。 以上が新しいキャッシュのカードについてでした。それでは最後4つ目はこちら。ついにあの郵便局がキャッシュレースに対応するということですね。スタートする日程は決まっていまして、2020年の2月の3日から可能ということになっています。これは結構待ち望んでいた方いらっしゃるのかなと思うんですけども、僕なりにまた郵便局のキャッシュレースについても簡単にまとめました。 ま、こちらなんですけども、キャッシュレス決済が使える場面ですが、郵便料金、荷物の運賃、切手はがき、レターパックなどの販売品、カタログ、店頭商品などの物販商品という感じですね。 郵便局で対応する決済方法はこちらなんですけども、クレジット、デビット、プリペイドも対応して、ビザ、マスター、JCB、アメックス、ダイナース、銀聯カードなどなどと、そして、電子マネーでしたら、ID 決済、ワン、クイックペイ、交通系でしたら、キタか、スイカ、パスモ、トイか、マナーか、イコか、スゴか、ニモか、カか券となっています。ちなみに、ピタパは対応していません。 で、スマホ決済もほとんどこんな感じに対応してますね。まあ一番最初に来てるのはもうみんな大好きゆうちょ u b p a y そして AmazonPay、AUPay、D 払い、LINEPay、MailPay、OligainPay、PayPay、p a y WeChatPay という感じですね。いやまあこう見るとほとんどのキャッシュレス決済に対応するので、これはまあ郵便局っていろんな方がもう全国的にもちろん使う人多いと思うので、結構助かるんじゃないかなと思います。以上が郵便局はキャッシュレス決済に対応するということについてでした。 で、今お伝えした4つの新しいサービスについて、開始する日程をそれっぽい、まあ、順番でまとめてみました。まあ、一番上から、新しいキャッシュが2020年の初め頃、で、楽天ペース以下が2020年の春予定と、そして、郵便局のキャッシュレス対応は2020年の2月の3日で、ビザラインペイカードはちょっと謎のままということですね。 まあそんなこんなで今回は2020年からスタートするであろう新サービスについてまとめさせていただきました。いやまあぶっちゃけどれも楽しみですよね。こういう情報を発信してる僕からしたらまあ全部体験してみたいというのが本音ではあります。 ま、この動画を見てくださってる視聴者さんは、どのサービスが個人的にこう待ち遠しいのかなという風なのは、ぜひですね、コメントなど書き込んでいってください。まあ、一応下の概要欄には今回参考にさせていただいたプレスリリースとか、あと公式ページのリンクも貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、今年1年も楽しんでいきましょう本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました